皆さんこんにちは。森田ドラムスクール講師の森田亮太と申します。今回はですね、ドラムセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。なんと2017年8月6日京都の祇園にありますシルバーウィングスっていうライブハウスで、ドラムセミナーを開催することが決定しました。森谷ドラムスクールではですね、過去2回ゲスト講師を招いたような形でドラムセミナーを開催させていただいておりまして、第1回目のゲストは、元トリコのドラマーで、今現在日食夏子さんやルナシーの杉蔵さんなどのサポートをされております、プロドラマーの小牧くんに来ていただきました。で、第2回目のゲストは、YouTube でおなじみの池脇義和先生に来ていただきました。そして今回記念すべき第3回目のとってもスペシャルなゲストは、菅沼浩三さんです。ご存知、菅沼浩三さんといえばもう日本のトップドラマーでありまして、過去にチャゲ&アスカさん、吉川浩二さん、アシッドブラックチェリーさん、ドリームズカムトゥルーさんなどですね、もうそうそうたるアーティストのサポートをされておりまして、今現在でも、 もう現役でもうとてつもなく忙しくご活躍されているトップドラマーであります。で、そんな菅沼さんからですね、今回愛のこもったビデオレター届いてますんで、ぜひそちらをまずご覧ください。どうぞ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。菅沼浩三です。京都でドラムセミナー&ライブが開催されます。森谷ドラムスクールが主催するこのイベントですね、日時は8月6日日曜日です。昼の3時ですね、15時からドラムセミナー、場所はシルバーウィングス。そして夕方からイントゥーザナイトのライブをやろうということでね、イントゥーザナイトといえば磯部兄弟、京都在住の天才ギタリスト磯部裕樹、天才ベーシスト磯部直樹で、私がサポートで入っておりますが、6時半からライブになります。昼間のセミナーを受けてそのままライブになだれ込むというのもありですね。投資券なども予定しておりますので、ぜひ遊びに来てください。固く考えずにね、初心者の方もう、ただ見てやろうみたいな方でもいいと思うんですけども、基礎編と応用編のように内容も分けられてますので、難しいのが出てくるんじゃないかって思われてる人もいると思いますが、こう身構えずにね、ただ来ていただければ、スティックの持ち方、振り方、アクセントの入れ方、休符の入れ方、あとはルーディメンツですね、いろいろありますが、その今回はどの程度までのレベルまで到達するのか分かりませんが、森谷ドラムスクール主催のこのビッグイベントにぜひご参加ください。夜のイントゥザナイトのライブですね、これも新曲飛び出す予定ですので、今までお披露目していない曲やアルバムの中からなどいろんな演奏が出てきますので、皆さんお楽しみに。はい、
今回のゲストはですね、菅沼浩三さんです。僕ね、もう本当に10代の頃から菅沼浩三さん大好きでして、もう僕ね、僕青春時代はもうこちらのビデオをね、僕も毎日毎日見て、もう一生懸命練習をしていた青春時代でありました。僕こんなもう大人になって、こんな菅沼浩三さんとこう一緒にお仕事をさせていただけるなんて、僕も本当に夢が叶いましてね、本当にもうありがとうございます。で今回はね、基礎練習の大切さを中心に、まあ、菅沼浩三さんの超絶技巧の秘密を紐解いていただきたいなと思います。でね、ここにも書いてあるんですけど、手数の源は基礎にありっていう、もうこんな昔のビデオで菅沼浩三さんが言っておられるぐらい、もうドラムってね、基礎練習がすっごい大事なんですよ。基礎練習すっごい大事なので、このドラムセミナーでも、まあ、この基礎練習の大切さとか、まあ、基礎練習をできるようになったらとか、まあ、基礎練習をすると、まあ、どんな未来が、どんなドラマになれるんかとか、まあ、そんなお話をしていただきたいと思っております。そして、まあ、さらにこう、いろんなところでご活躍されてる菅沼浩三さんですから、まあ、とんでもない大舞台にも、出ておられますし、まあ、もう東京ドームとかね、出ておられるので、まあ、そういう、こう、活動秘話ですね。だからまあ、東京ドームの楽屋ではね、こんなことがあってね、みたいな、まあ、そういう活動秘話とか、なんかこう、レコーディング、アイドルのレコーディングの時はね、僕なんかこんなことがあってね、みたいなね、なんかそういう、こう、プロドラマーの、こう、裏の舞台の、そんなこぼれ話とか、まあ、秘話など、お話ししていただく予定にしております。で、さらにこう、セミナー終了後には、菅沼浩三さんと交流タイムを、設けておりますので、菅沼浩三さんに直接お話をしていただいて、まあ、セミナーで聞けなかったこととか、直接話をしていただいてですね、一生忘れない思い出を作ってもらいたいと思います。で、そして、ドラムセミナー終了後の18時30分から、まあ、菅沼浩三さんが参加されている Into the Night の、ライブが、あります。で、Into the Night っていうバンドは、まあ僕が以前ドラムサポートをさせていただいてたバンドでありまして、まあ、このバンド、ポップ、ラテン、ジャズ、メタル、プログレなど、まあ、あらゆる要素がミックスされておりまして、まあ一般的なこう予定調和型、まあ、例えばこうテーマ、アドリブ、テーマ、アドリブ、テーマで終わりみたいなね、こう予定調和とは違ってかなりこう自由度の高い楽曲構成になっておりまして、もうね、もうとんでもなく変態な技術を持ったバンドであります。で、そんなね、とんでもない技術を持ったね、Into the Night と菅沼浩三さんがこう混ざるので、もうとんでもないライブが見れます。菅沼浩三さんがね、ご参加されてるライブに行かせてもらったことありますけど、もう恐ろしかったですね。もうなんだこのバンドはと思いましたね。で、まあ、こちらの Into the Night のライブ映像をね、特設サイトに、アップしてますので、まあ、ぜひご参考にしていただきたいと思います。で、ドラムセミナーって、なんか上級者の人がなんかね、難しい話をこうみんなでこうしてるようなイメージがあって、なんか私みたいな初心者がいて大丈夫ですかみたいな、そんな質問ってね、もう僕もドラムセミナー過去4回企画しますけど、毎回いただくんですね。で、ズバリ言うと、もう迷ってるなら絶対来てください。で、なんでかというと、これって面白そうやなと思って、これ行こうかなと思って、実際にこう行動を移して、まあ、ドラムセミナーに行ったりとか、まあ、ライブハウスにライブを見に行ったりとか、レッスンに行ったりとか、フェスに見に行ったりとか、なんかね、そうやってこう自分で決めて実際に行動を移して、で、そこでこう見たり聞いたりとか、感じたり学んだことっていうのは、もう心に深く刻み込まれるんで、一生忘れることないですね。なので、なんかまあ、今回のこのドラムセミナーで、菅沼浩三さんのドラムを目の前で見たりとか、その空間にいたりとか、菅沼浩三さんのお話を直接聞いて、あ、そっかーってこう強く思ったこととか、うわ、すげーって強く思ったことっていうのは、もう一生心に残るので、もうずっと忘れることはないですね。だからこう僕ゲスト講師を招いてドラムセミナーをする目的ってそこにあるんですね。なんかね、こうドラムの技術を学ぶっていうよりかは、もうそこで一生忘れない思い出を作ってほしいっていうのが、僕はもう本当にね、ドラムセミナーをやる目的なので、だからね、もう迷ってるなら絶対来てください。もう一生思い出に残るので、絶対来てください。それでは、最後となりますが、日時はですね、2017年8月6日、場所は京都の祇園シルバーウィングスというライブハウスで、15時からドラムセミナー、そして18時30分から、菅沼浩三さんがご参加されている Into the Night のライブがあります。
で、セミナーのチケット料金や、ライブ投資券など、今回、ご用意してますので、まあ、セミナーとライブ、セットになったチケットとかもね、用意してますし、学生さんにね、優しい学割などもね、ご用意してますので、まあ、詳しくは特設サイトをご用意してますので、こちらの方にね、詳しい内容、そして、ご応募も、こちらのサイトから、していただけます。なので、ぜひそちらの方をご覧ください。そんな感じで、会場でお待ちしてます。さよならー。